はい、こんにちは、レトスの小野です。試験まであと2日ですね。大丈夫だろうかってすごく不安になっている方非常に多いと思います。ここまで勉強を続けてきたんだから大丈夫だ、すべて解く必要はない、満点取る必要はない、そう自分自身に言い聞かせていきましょう。周りはみんな不安なんですね。あなただけではないです。もう残り2日でできることで言うと、丸暗記でいい部分をもうどん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 丸暗記していくっていう感じです。例えばよく出題される35条書面、37条書面の記載事項だったり、税金部分だったり、そういった部分って丸暗記で答えられる部分なので、最後に詰め込むっていうのも一つの方法です。理解が必要な難しい問題やろうとしても、今から頭に定着させるのは難しいので、もうそういったものは飛ばしましょう。丸暗記でいいものを最後に頭に詰め込んでいただければと思います。それでは本日の3問に入っていきます。教養部分の保存行為を行うためには、規約で別段の定めのない場合は、区分所有者及び議決権の各過半数による集会の決議が必要である、丸か×かという問題ですね。これも考えたい方は一旦動画ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文をご確認ください。で、答えなんですけども、答えは×です。で、何が×かというと、共用部分の保存行為っていうのは各所有者が単独で行うことができるんですね。で、今回の問題は各過半数による集会の決議と書いてあるので、これ誤りですね。集会の決議をしなかったとしても単独で行うことができるんですよ。各所有者、つまりマンションの所有者ですね、は単独で保存行為を行うことができます。じゃあ、この共用部分の保存行為って具体的にどんなものがあるのでしょうか。こういった時にさっと頭に思い浮かぶかどうかで理解できているかどうかが分かれてくるんですね。例えばなんですけれども、共用通路や階段の電球が切れていたから交換をしたとか、あと共用通路の清掃行為、こういったものが共用部分の保存行為になってきます。ちょっと難しい言葉で言うとですね、物の価値を現状維持させるための行為になります。この2つの具体例で言うとですね、通路の電球が切れていたからそれを現状に戻すために交換してますよね。また共用通路、枯葉だらけで汚い状態、それをきれいにするために掃除したと、これも現状維持ですよね。こういった行為が保存行為になります。で、こういった行為は区分所有者の一人が単独で行うことができるんですよということですね。で、2番です。重要事項説明について、宅建業者である A 及び B が共同で宅地の売買の売買をする場合において、それぞれの取引士スモール A、スモール B が共同で重要事項説明書を作成し、スモール A の取引士のみが重要事項説明をする場合、スモール A の取引士が単独で記名押印した重要事項説明書を交付させれば足りる、丸か×かという問題ですね。まあ、今回の問題で言うと、取引士 A と B がいるわけですね。で、今回取引士 A のみが重要事項を説明した、また取引士 A のみが単独で、重要事項説明書に記名押印したと、まあ、そういった状況なんですね。で、これは×です。で、何が×かというと、この後半部分ですね、共同仲介の場合、つまり共同売買ですね、の場合、重要事項説明書にはすべての仲介業者の取引士の記名押印が必要なんですね。つまり今回の事例で言うと、スモール A、スモール B、この2人の取引士の記名押印が必要なんですよ。しかし今回の問題では、スモール A の取引士のみですよね、が単独で記名押印している、だから×になります。スモール B、 つまり宅建業者 B の取引士、この人の記名押印も必要なんですね。で、説明自体についてはどちらか一方が説明しても構いません。今回の問題だったらスモール A のみが説明しますよね。これは問題ございません。意外と知らない方いますので、ちゃんと頭に入れておきましょう。で、続いて問い3ですね。都市計画事業においては、都市収容法における事業の認定の告示をもって、都市計画事業の認可または承認の告示とみなしている、丸か×かという問題ですね。で、答えは×です。本来は土地を収容する場合、土地収容法における事業認定を受けなければなりません。しかしですね、都市計画事業の場合っていうのは、都市収容法の事業認定、これを受けなかったとしても収容することが可能なんですね。
つまり都市計画事業においては都市計画事業の認可または承認の告示を持って都市収容法における事業の認定の告示とみなしているんです。今回の問題っていうのは逆になってるんですね。この都市収容法における事業の認定の告示を持って都市計画事業の認可または承認の告示とみなしているって書いてあるので、これ逆になっているから誤りです。ちょっと無料の動画でお伝えできる内容で言うとちょっとここまでなんですけども、この問題ちょっとイメージしにくいんですね。なのでイメージの仕方だったり理解の仕方については個別指導で解説させていただきます。でチャンネル登録まだしていない方は毎日この3本の動画配信させていただきますので、この動画の下のチャンネル登録お願いいたします。今日も動画ご覧いただきましてありがとうございました。レトスの小野でした。